トマート。どうも、デプマートチャンネルの川津です。本日はタイトルにもある通り、ファイヤースターターを使った火起こしでは欠かせないストライカーを身の回りのもので代用できるのかというのを検証していきます。本日使用するファイヤースターターはこちら、レプズギアのマルチツール付きファイヤースターターです。サイズは10センチ程度のやや長めのロッドです。付属しているストライカーは5センチスケールと地図定規、栓抜きが備わったマルチツールです。まずは付属のストライカーで着火してみます。先端でロッドを削り、メモリ側のヘリに爪がついているので引っかくように擦ります。まずは削ります。これが削った粉です。次にヘリで擦ります。つきましたね。通常ストライカーがない場合はナイフを使うことが多いですが、今回はあえてナイフ以外の10個のもので試してみようと思います。それでは1つ目、ハサミ。頑丈な上に背は角張っているため優勝候補の一つです。どうでしょうか。まずは削って、見事に着火できました。結構早いですね。2つ目、金属製の定規です。100均で数年前に購入し愛用しているものです。これも角張っているので期待しています。着きました。少し苦戦しましたね。3つ目は鍵です。2年前に大破した愛車の形見です。いつも持ち歩くものなので、これでついたら便利がいいですよね。きませんね。先端は角張っているんですが、先端だけで擦るのはなかなか難しいです。物によってはつく鍵もあると思います。4つ目はモンキーレンチです。中の部分が角張っています。
なんとか着きましたね。結構期待していたんですが、削る部分が奥にあるので擦りにくいですね。5つ目は、組み立て系家具を買った時に必ずついてくるレンチです。これは全体的に裏面のヘリに爪が出ています。期待できますね。意外とつきませんでした。大きさ的にもぴったりすぎて擦りにくかったです。6つ目は爪ヤスリです。前に火起こしした際もヤスリが着火しやすかったので、爪ヤスリでもいけるのでは。お、ついた。ん？消えた。惜しかったですね。一応つきましたが、ヘリが丸くなっているのでなかなか力が必要です。7つ目はメジャーです。先端の部分は金属で角張っているので期待はしていませんが、試してみます。これ無理ですね。できる気がしません。次、8つ目、スプーンです。スプーンはどの家庭にもあるでしょうし、これでついたら、もしストライカーがなくてもなんとかなりますね。100均のスプーンですが。なんと、つきました。さすが、100均の角張ったスプーン。スプーンで着火したい方は、ぜひ100均の角張ったスプーン、括弧4つ入りをご購入ください。9つ目は、金属製のクリップです。専務から借りてきました。来ましたね。さすが専務のクリップ。このクリップはあまり角張ってないですが、握りやすいので力を入れやすいですね。最後に大本命のカッターです。カッターの背は
もちろん角張っています。軽く着火しました。でも折れそうで不安ですよね。一応大きなカッターも持ってきました。細いカッターの方がつきやすいですね。刃によるとは思いますが。しかしこちらの方が頑丈で安心感はあると思います。安心感を第一に考えるなら、折らないタイプのカッターがいいでしょう。削って、おお、簡単についた。ストライカーとして優秀ですね。着火できたストライカー代用はこちらです。つきやすかった3つに絞ります。これが革図のストライカー代用個人的ベスト3。3位、金属製定規。少し力がいるのでもうちょっと角張ってて欲しかったですね。2位はハサミ。頑丈さとつきやすさ、安心感もあってとてもおすすめです。1位はやはりカッターです。とてもつきやすいです。スッとこすっただけで簡単に火花が出ます。安全性で言うとあまりおすすめはできませんが、そんなに力もいらないので折れることはそうないとは思います。心配であれば折れないタイプのカッターを買うと良いでしょう。わざわざこのために買わないとは思いますが。結果、刃物系の背が強いですね。ストライカーやナイフがなかった際に、ぜひ試してみてくださいね。